県内の酒蔵が一堂に集まり、自慢の日本酒を提供する酒マルシェが金沢市で開催されています。イベントが始まるまでまだ20分ほどありますが、すでに会場の外にまで列ができています。酒マルシェは県酒造組合連合会が企画しました。新型コロナウイルスの感染拡大で去年おととしは中止され、今年は3年ぶりの開催です。今日は金沢市の椎の木迎賓館におよそ30の酒蔵が集まり、丹精して作った自慢の日本酒を提供しています。また会場には飲食店のコーナーもあり、日本酒に合うようにアレンジされた様々な料理を楽しめます。入場は無料で、会場でチケットを購入すると日本酒や料理と交換することができます。酒マルシェは今日午後5時半までです。